の糸に中華そばがある。ザラザラしてる。あ、不安になるよ。イボの糸、手のべすっごいツルツルしてて、本当に思ったよりだいぶ美味しいな。うん、新感覚冷やし中華。はいはい、じゃ世界最速餅つきぐらい早かった。超疲れる。インターネットで発見した気になる商品のコーナー、室崎さんから情報をいただきまして、イボの糸に中華そばがある、はい、確かに気になるよね。お店にたまにあるらしいけどさ、7店舗ほど私スーパー探しましたけどなかったんで、ちょっとイボの糸さん頑張ってください。我々の力で、ね、なるほどね、問い合わせを増やして、はい、全国のスーパーに心チャンネルで紹介されました。誰だよみたいな、ます、はい、気になるからちょっと食べてみようっていう話なんですけど、夏だしね、冷やしラーメン作ってみようかなのコーナーです。じゃあこのイボの糸中華調べてみましょう。ここからスケッチ。まずね、パッケージおなじみのフォントで書いてありまして、手延べ中華麺っていうのを夢っていう名前らしい。ドラゴンズドリーム、はい、手延べ麺っていうのは、まあ、そうめんでもね、こねた玉を、伸ばして、はい、麺にしてるっていうやつです。珍しいね。あらかじめ、歯テープをほどき、大きな鍋で沸騰した上の中に麺をパラパラと入れます。約3分軽く箸でほぐしながら、再び沸騰したら沸騰ぼれないように火加減を調整します。手早く水洗い、茹で上がればザルに移し、流水でうまみ洗いし、一旦水切りをします。以上、そうめんよりちょっと長めに茹でる、うん、同じやつ、うん、で開けてみます。結構ザラザラしてる、パスタのブロンズダイスみたいな。じゃあ早速、はい、茹でてみようと思います。こちらのマルットパンにね、お湯がグラグラと沸いておりますんで、はい、おし3分箸でほぐしながらね、はい、でその間にちょっと冷やし中華スープを簡易的に作りましょう。砂糖45。あ、不安になるよ。酢90、醤油も90。砂糖が溶けたら電子レンジサラダチキンの茹で汁を、まあ、鶏ガラスープでも、はいはいはい、鶏ガラスープにか、はい、180。これを一煮立ちさせて鶏ガラスープを入れて一晩寝かすって言ってた。ちょっと前に出したね、はい、冷やし中華の動画とかもぜひ、そうぜひ昔の動画ですが、はい、見てみてください。あれ非常に美味しいから。はい、タレの完成と同時に茹で上がりました。はい、これを洗って締めて完成っていう感じです。はい、じゃあこう麺をね、こう親指にかけて紐手して、はい、まずこのままいってみますか。どっちかっていうとそうめんだね。イボの糸だな。うん、太さと弾力がラーメンっぽいか。じゃあちょっとこれタレ入れてね。金玉にキュウリはこうクリクリして、これしたら美味しくなる理由は、キュウリの頭クリクリ動画をご覧ください。サラダチキン揚げ揚げ動画になってしまう。はい、完成です。ここからキッチン。今日はこれで決まり。イボの糸、手延べ中華麺、龍の夢で作った冷やし中華。はい、はい、いただいてみましょう。いただきます。いただきます。あ、思ったより全然美味しいわ。そのまま食うもんじゃねえよ、うん、これ、うん、そうだね。あ、全然冷やし中華だ。すっごいツルツルしてて、うん、気持ちいいね。うん、のど越しよく食べやすい新感覚冷やし中華。生で食ってなんかあんまりだなみたいな、うん、それはそりゃそうだろ。それは良くないわ。本当に思ったよりだいぶ美味しいな。うんうん、お醤油ラーメンとかの麺にしてもすごいツルツルしてていいかもしれない。でね、スーパーで探してる中で同じくイボの糸手延べラーメンっていうものをね発見したんですよ。これね、ネットでもほとんど情報出てこなくて、クレイジーゼタンの夏の麺コーナーにいきなりあって、これも買ったから食べてみよう。5分間茹でてみましょう。よいしょ。はい、できました。かなり白い。冷や麦。冷や麦説。そのままちょい食べてみましょう。冷や麦だね。さっきより中華麺感ないぞ。いただきます。はい、いただきます。僕は合わないと思う。うん。さっきの方が良かったね。リュウの夢めっちゃラーメンだわ。そうだね。そう考えると。うん、あのこっちを麺つゆに移そう。はい。冷麦、うん、あ、でも、うん、こっちは冷やし中華におすすめでバズってましたけど、うん、こっちは冷やし中華におすすめってわけじゃないから、あったかいラーメンに向けたもんなんじゃない？かもしれないね。高い方が美味しいねってなるのかなと思ってたけど、うん、意外や意外、やっぱバズるだけあるわ。ぜひ冷やし中華にして
食べていただきたい。あとやっぱ麺が変わると、うんうん、タレも合う合わないがあるっていうのはよく分かったんで、でもこの冷やし中華のタレは、うん、冷やし中華に合う麺で食べましょう。いやそうだね、分かんない、俺らが多分見つけられてないだけだと思うよ、うん、おすすめのレシピとかも QR ないから、うん、意図が組めなかった。そうだね、申し訳ない、はい、ただこれはね、はい、非常におすすめですね、はい、美味しかったです、はい、今の麺これはいや売ってたら全然買うかな、うんうん、東京っぽい中華麺かな、うんうん、ツルツルしてて非常にこう美味しい冷やし中華になりました。心食べてみないとわかんねえわ、うん、いやこういうのってマジで、いや本当だね、手延べラーメンの美味しい食べ方も教えてほしい、うん、そうそう、それのそれこうして食べると美味しいですを知ってる方がもしいれば教えてください。皆さんに教えられて、はい、支えられているココロチャンネル、チャンネル登録とグッド評価、そしてコメントもぜひお待ちしております。よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。ココロチャンネル、チャンネル登録グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で